はい、秋葉です。いつもね、こちらのチャンネルの方ね、ご視聴いただきありがとうございます。今日11月の最終日になりましてですね、で、まあ明日からもう12月に入ってくるんですけど、ほんとね、今日なんてものすごく底冷えしちゃってね、だいぶ寒かったなっていうふうに思いました。まあ例年に比べるとね、昨年は暖冬だったんで、また別とすると、まあだいぶね、今年も暖かい方じゃないかなとは思うんですけど、さすがに12月になるとね、ああ底冷えしてきたなっていう感じがしてですね、で余計に腹がすくんですよね。寒いとやっぱり体温を維持しようとして、で体をね、脂肪を燃焼させるんでね、まあ痩せはしないんですけど、まあとりあえず腹が減るんですよ。でまあそんな時にね、まあ全く関係ないんですけど、まあ先日ブラックフライデーがありましてね、でそこでね、ちょっとあるものを購入しました。ね、重いんでちょっとあれなんですけど、はい、こちらですね、ダイソンさんのがね、出しているピュアホット&クールリンク HP03 っていうね、これ実は2019年のモデルかな、去年のモデルになると思うんですけど、まあ、こちらの方をね、購入しました。まあ私が寒いからっていう理由でね、購入したんじゃなくてですね、今回これはですね、私の親に、プレゼントをしようと思ってね、いいんじゃないかなと思って購入しました。なんでね、私はこれを買ったのかっていう理由と、あとね、簡単な機能説明とか、ちょっとね、変わった使い方ができないかなとかいうのもあるんで、その辺を検証しながらね、今回動画の方を撮っていこうと思います。はい、じゃあね、こんな感じで開封の方をしてみました。で意外とね、箱から出すと、まあそこそこの大きさかな、そんなにね、言うほど大きくない、なんかちょっとね、小型の扇風機よりもちょっと小さいぐらいかな、なんかね、もっとね、ドーンとでかいのを想像してたんですけど、全然思ったよりは全然小さかったなっていうふうに思います。まずね、これが一体どういったものなのかっていうね、知らない方にね、まず一言で、説明させてもらおうと思うとですね、空気清浄機付きファンヒーター&扇風機、みたいなね、感じになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。何を言ってるのかっていうのはさっぱりわかんないですよね。簡単に言うとですね、この下の部分、こちらの部分からですね、空気を吸い込みます。で、まあそこをフィルターを通過した空気をですね、まあそのままの状態で、ここからですね、風を送る。そういう使い方もできますし、ここで中で温めてね、暖かい空気。設定としてはですね、1度から37度まで暖かい空気やら、まあその冷たい空気を送ることができるそうです。まあそういった使い方でね、要は、まあこういうご時世なんでね、まあいろんな微粒子、とかをですね、ここで吸着させて綺麗な空気を、まあ、温風に変えたりね、冷風のまま送り出すというような、そういった機械です。このね、空気清浄機能がまたこれが優れててですね、よく PM2.5 とかね、まあ、ニュースとかでやってると思うんですけど、これですね、 PM0.1、まあ、ウイルスとかね、そういったサイズのものまでね、ここで吸着して綺麗になった空気を温風として送り出したりね、することができるんで、部屋の中を循環させておけば部屋の空気も全体的に綺麗になるよっていうような、そういった代物になっています。まあ母親ももう60、まあもうそろそろ70、あんまり言っちゃいけないか母親もね、まあ、かなり高齢になってきているんで、まあ、できればね、そういう、まあ、ウイルスとかね、そういったものに対しての免疫も弱ってきているとは思うんで、できるだけね、そういったものの、害のあるものからね、避けてあげたいっていうのも一つ思ってですね、こういった、まあ、
空気清浄機付きのファンヒーターっていうものを、プレゼントしようかなっていうふうに思いました。やっぱりですね、この空気清浄機だけっていうと、まあつけっぱなしでね、ずっと置いとけばそれはそれでいいんですけど、空気清浄機いらないわみたいな感じであまり使わなかったりねする場合もあると思うんですよ。ただまあファンヒーターとセットになってるこの商品を使えばですね、まあとりあえず暖かい空気を感じたいっていうのもあってですね、まあ強制的に回すと思うんですよ。でそうやって使っていただく中で、まあ使ってもらう中でね、暖かい空気と、まあ、その空気を清浄ね一緒にできるっていうのは一つ大きいメリットじゃないかなというふうに思います。でもう一つの理由としてはですね、これがですね、要は扇風機型になっているっていうポイントですね。まあうちの親だけかもしれないんですけど、あまりねそのエアコンで部屋全体を熱くしちゃうと逆に苦しいっていうようなことを言うんですよね。けどまあやっぱりこのご時世寒いじゃないですか。まあかなりね気密の高い家に住んでたとしても、まあ寒い地域はねかなり寒くなるんで、でまあ暖かい空気をね体に当てたいと、で冷たい空気をね吸いたいっていうのね、まあちょっとややこしいことを言うんですよね。でそうなってくると、まあファンヒーターなんか使っちゃうとね、結構家の中も全体が熱くなっちゃうんで、ちょうどいいぐらいの、暖かさ、一番暖かいとこだけをね体に浴びて、でまあ、首から上ね、要は空気を吸う部分だけは、まあ、ある程度冷たい空気が吸えるっていうところで、まあ、これがね、ベストフィットなんじゃないかなっていうこともあってですね、まあ、ちょっとこれは特殊な要件かもしれないんですけど、そういった理由もあって、こちらの商品の方を選びました。はい、あとですね、こいつ自体はですね、今 HP03 って言ってですね、まあ実はこれ去年のモデルになるんですけど、今ね今年の最新モデルはね HP04 っていうのがあるんですね。それとね何が違って、なんでねこの一つ前のモデルを購入したのかっていうのを、説明の方をしていこうと思います。まずね、一つ目なんですけど、重さですね、こいつがですね約4キロあるそうです。まあ4キロっていうとねちょっと重いのかなって思うんですけど、まあ持ってみるとねそこまで重くないかな、言うほどは重くないんですけど、これのね、もう一つ新しい04のタイプの方はですね、5.7 キロあります。なんで約こいつの 1.5 倍あるんでね、まあ4キロだとまあこれぐらいで持てるんですけど、 5.7 キロっていうと結構重さを感じるんじゃないかなっていうのもあって、でまあ僕が使うんであればね、まあ、全然 5.7 キロだろうが10キロだろうがね、まあなんとか持てるとは思うんですけど、まあさすがにね、ある程度年齢がいった方が持つにはやっぱりある程度軽い方がいいんじゃないかなっていうのもあって、こちらの方を選びました。はい、あとですね、04の方はですね、液晶パネルがついているそうです。こいつもねなんかまあちらっとついてはいるんですけど、これは普通のあの液晶表示っていうのかな、まあ今何度であるとかね、そういったのを簡易的に表示する、窓はついているんですけど、ただね、まあある程度年齢いってる方なんで、そんな細かいとこまでね、その空気の洗浄が何パーセントだとかね、そんなとこまでは見ないんで、まあ何度設定とかね、その辺さえ見えれば全然いいと思うんでね、私はそこにこだわりませんでした。で、あと活性炭フィルター。まあ実はですね、その04モデル、今年のモデルにはね、活性炭フィルターついてるよみたいな感じで、まあ、大々的に書いてあったんですけど、調べると見るとね、この03モデルの方にも普通についてます。ただね、まあその一部のね、浄化できるかできないかっていうのは、その気体アンモニアであるとかね、その辺の記載がないんで、で正確にはまあ比較はできないんですけど、そこまでねその違いはないんじゃないかな。で、もともと、その、先ほども言ってたね、PM0.1 っていうのはね、まあ、このモデルでも十分吸着してくれるんで、まあ、そこもね、全然問題ないんじゃないかなっていうふうに感じました。で、一番のね、違いは、価格です。今ね、この、まあ、このブラックフライデーでね、購入した金額もそうなんですけど、今価格コムでね最安値で比べてみると約 2.5 万円の、価格差があります。これでねだいたい4万円そこそこなんで、で04が6万5千円ぐらいだったかな。なんでまあ結構な値段差があるんですよね。でその値段差がね、まあそれは機能的に全然違うとかいうのがあればね、
04行こうかなっていうふうに思ったんですけど、私にはねこの04の価値が、まあ、その 2.5 万円の価値がね、ちょっと見出すことができなかったんで、まあ、去年のモデル、03の方を購入しました。まあ、ブラックフライデーで、ね、購入したんで、まあ、そこそこ値段で買えたんですけど、実はねその価格コムの書き込みとか見てるとですね、まあ、たまにかなり安い金額でね、市場に出る場合があるそうです。ただこれからもねそれが継続して行われるかどうかっていうところまではちょっとまだ私の方では判断がつかないんですけど、まあ、これからねその年末年始にかけてですね、まあ、セールとかもまあちょこちょこあるとは思うんでね、そういった中でね、もし、手頃な金額でね、見つけることができたら、十分購入に値するモデルなんじゃないかなっていうふうに私は感じました。はい、じゃあね今からねこちらの方電源の方入れてみてね、実際にどんな感じで動くのかっていうのをね、確認の方をしていこうと思います。今回はですね、こちらの方ワットチェッカーの方を使ってね、一体何ワット、まあ、実際カタログ上はね確かこれ1400ワットだったかな、ぐらいで動くと思うんで、まあ実際にねどれぐらいの本当に消費電力があるのかっていうのをね確認しながらテストの方をしていこうと思います。おお、あ、すげえ、あ、すっごいなこれ。あ、ですね、今この距離、ちょうどね腕を伸ばしたぐらいですかね、これぐらいの距離でね今かなりの熱風を浴びているんですけど、今ちょうどね、950W ぐらい、うん、今37度までね上げてやってみたんですけど、かなりねこの息苦しさを感じるぐらいの、熱風が来ています。で今マイクで拾えてますかね、聞こえますかね。かなりね音は静かです。これであればね全然気にならないんじゃないかな。扇風機と、まあ、扇風機も最近だいぶ静かなモデルとかあるんですけど、風量から考えるとそんなに扇風機と変わらないかな。で、あ、今ね風量が1だったんで風量を上げていきますね。風量がマックス10ですね。10まで上げてやると、ワットチェッカーの値で今約1200ワット、そうですね1200ワットぐらいまで上がりました。で音量もねそこまでやかましくない感じがしますね。通常で使うんであればそれこそ、まあ、この距離であればね2や3でいいのかなっていう気もしますし、別に35度である必要はない、間違いなくないです。まあ、風量10とかにすればですね、ある程度距離が離れてても全然、こいつが一番使いやすい距離っていうのは扇風機の距離とあんまり変わらないと思います。暖房として、ファンヒーター的な使い方として言えば、うん、扇風機と同じぐらいの距離感で使うのが一番いいんじゃないかな。ただね一つ下せないのがやっぱりですね、まあ常時1000ワットぐらい消費しますね。なんでこれをねいかに思うかってところじゃないですか。エアコンの代わりにね使えるか使えないかっていうことを、まあネットでね書いてる方とか見かけるんですけど、ヒーターとしてはね十分使えるんじゃないかなっていうふうに思います。ただそのクーラーとしてはどうなのかっていうのがわからないんで、まあ、ちょっといっぺんクーラーモードに変えてみますね。まあ、やっぱりクーラーではないですね。クーラーとしては使えないんじゃないかなっていうふうに思います。ただですね今、ワットチェッカーの方を見ていると、今送風モードの3で見てるんですけど、8ワットかな、そうですね8ワットですね。で10まで上げて40ワットぐらい、あ、だいぶ涼しいなこれ。ただ音もすごいですね。なんか先ほどのヒーターモードの時よりも風量は多いと思います。ワットチェッカー的、まあその要は消費電力的に言えば、まあ送風機としてはですねそこまで電力を消費しないな。ただヒーターモードにするとですね、まあ極端に消費電力が上がっちゃうんで、その一点だけがちょっと気になりますけど、それ以外は特によくあるねこの空気清浄機の匂いが嫌いだっていうような方がいらっしゃると思うんですけど、特にねその空気清浄機独特の匂いであるとか、まあ特に例えばダイキンさんの空気清浄機とかだとね結構なんかそのガス臭い感じの匂いがするんですけど、こいつに関してはまあとてもヘパフィルター通してるだけなんでね、匂いとしては全然どっちかというと無臭っていう感じですね。はい、あとですねこの照射範囲っていうんですかね、その空気を出す範囲なんですけど、2種類から選べてですね、真正面に向けて風を出すモードと、幅広い
エリアに向けてね風を出すモードっていうのがあります。一人用だと、まあ、かなりね狭い範囲で風を送ってくれるんで、もう本当にこの真正面にいればね本当かなり涼しいです。ただですね、この照射範囲を広げるモードにしてあげるとですね、真正面に対して風が来ないです。ちょっとね風量上げてみましょう。はい、全く風が来ないです。多分ねこの辺に関しては来るんですけど、真正面に関しては全然ね風が出てきてないです。なんで多分ねこのこっちとこっちに人が2人いるんであればいいのかもしれないですけど、3人並んでたら真ん中の人だけ全然風が当たらないみたいなそんな感じですね。はい、こんな感じでね、まあ、ちょっといろいろ遊んでみました。まあちょっとね触ってみた私の感想ですと、私が言ってた要件に対してはね十分満たしてるんじゃないかなというふうに思います。綺麗な空気をねある一人に対して、まあ、適切な温度に調整して、吹いてくれる。で、まあ、照射範囲も絞ればですね、まあ、そんなに極端に広く照射するわけではないんで、その狙ったポイントだけね、例えば、体だけであるとか、まあ、この上半身だけであるとかね、そんな感じで照射の方をしてくれるんで、まあ、私がね今回狙っていた体だけをね温めたい、そういった要件には全然いいんじゃないかなっていうふうに思います。ただね懸念する点としてはやっぱり一番大きいのは消費電力ですね。ワットチェッカーで約1200ワットで、まあ、常時運転してると、まあ、大体1000ワットぐらいで、稼働を続けていました。やっぱりね、そんだけ消費電力でかいとですね、まあ、それなりに電気代を、使用してしまうんで、まあ、そこはどうかなっていうところは思うんですけど、まあ、エアコンとね、空気清浄機を両方稼働させることを考えれば、まだね、1台進むこちらの方がいいんじゃないかなっていうのは、思います。で、まあ、あとはねその音ですね、音もさすがにね10とかまで上げてしまうとねかなり、まあ、その扇風機でいうね強みたいな感じで、かなりやかましい音がするなとは思うんですけど、今もねこれ1でつけているんですけど、ほんのりね涼しい風が吹いてきて、まあヒーターモードにすればねほんのりあったかい風が吹いてきて十分体を温めてくれるんでね、うん、それでも全然いいんじゃないかな。かなり静かだと思います。なんで、まあ、テレビ見たりね、そういうの邪魔にもならないんですし、まあ、そういった意味ではかなり期待できるんじゃないかなっていうふうに感じました。はい。あとですね、こちら、スマートフォンのね、ダイソンリンクっていうアプリがあります。で、これをね、このホット&クールとね、そのダイソンアプリをリンクさせておいて、まあ、これを実家の Wi-Fi 環境にね、つなげておけば、毎日ね、どれぐらい使ってるのかとかね、その辺をスマホアプリから確認することができるんで、まあ、わざわざね、その連絡して大丈夫かっていうのをね、毎日確認しなくてもですね、まあ、これがちゃんと動いてるなっていうところからですね、親御さんの健康状態であるとか、まあまあ元気にやってるかなっていうのがね、なんとなく汲み取れたらね、それはそれでいいんじゃないかなっていうふうに私は考えています。はい、そのわけでね、今日はね、こちら、ダイソンのね、ピュアホット&クールリンク、HP03 っていうね、モデルの方を紹介いたしました。やっぱりですね、この正月、まあもうすぐね、あと一月ぐらいで年末年始になってくるんですけどね、コロナの影響でね、なかなか里帰りっていうのもね、まあ正直難しいんじゃないかなっていうふうには思うんでね、まあこういったね、まあ物としてね、送ってあげることでね、まあ里帰りの代わりにできればいいんじゃないかなっていうふうに私は思っています。はい、本日の動画の方はいかがだったでしょうか。今日このチャンネル見ていただいて良かったなと思っていただいた方はですね、高評価ボタンの方とですね、チャンネル登録ボタンの方まだの方はポチッとね押していただけると、私のね励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとね、私まあツイッターの方もやっています。ツイッターの方だとね、今の撮影状況であるとか、まあ、私がねその時思ったこととかね、まあ、くだらないこともよくつぶやいてはいるんですけど、まあ、そういったのもねやってるんで、ね、もしよかったら、覗いてやってください。はい、今日の動画は以上となります。またね、こちらのチャンネルの方でお会いできれば幸いです。では、さようなら。